皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回の動画なんですけど、バイクの後ろについて走ったらどれぐらいの違いが生まれるのか、これをですねちょっと検証していこうかなというふうに思っております。それでは皆さん最後までご覧ください。見ていきましょう。今回の舞台も宮城県名取市サイクルスポーツセンターの4キロコース。先日公開したワンバース5の動画ではキャニオンのスピードマックスを使って5分12秒。今回は撮影クルーが同乗している大型バイクの後ろにつき、ドラフティングを最大限活かして走る。それではその模様をノーカットでご覧いただこう。ゆっくり、ちょっと下げて、もうちょっとゆっくり、コーナー落として大丈夫ですよ、コーナー落として大丈夫。このペースぐらい、ちょっと遅いぐらいでいいや。見えねえ。ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくりゆっくり、もう気持ちいけますよ、もう気持ちいけます。もうちょい行っていいですよ、もうちょい。コーナー来るよ、コーナー、コーナー落としてください、大丈夫です。
いや、きついよ、これは。バイクの後ろとはいえ、やっぱり、確かに風は来ないんだけど、スピードがね、上がったんで、その分きつさはあまり変わらなかったんだけど、やっぱりドラフティングっていうか風の抵抗とかがない分、スピード域は、ドラフティングなしに比べて、やっぱ高くなったなと、明らかに違いましたね。タイムでいくと、5分12秒がドラフティングあり、なしで、ドラフティングありが、4分20後半なので、約40秒ぐらい、速くなったという、検証結果が出ました。さて皆さん、まあ、これをね、この数字を見て何を感じてほしいか、やはり風の抵抗がどれだけ大事かってことですね。レースやイベントを走る際、グループライドする際も、風のことをしっかり考えて、走ることによって、それだけエネルギーの削減につながりますし、今回の動画をね、何かの参考にしてほしいなというふうに思います。ということで、今回の動画も参考になったと思っていただけたらね、ぜひともグッドボタン、そして GCN ジャパンのチャンネル登録お忘れずに。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。